も変わらずに気ままな風は胸を揺さぶるよ。頑張ることは大切だけど、正直な君の弱さを隠すためだけに言える強さならなくていいから、今は見えはい、ってことでね、チェリーです、どうぞよろしくお願いしますということで、まあ、今日はね、まあ、ちょっと軽く、まあ、予告もさせてもらってました、GOGO のね、まあ、今後についてと、うん、まあ、いうところを、ちょっとお話ししていかなければいけない時期に来たかなと、思っていますと。まあちょっとね、やっぱりもう難しいかなと、いう、まあ、キー層、まあ、キー層ね、特に、まあ、一番下のクラスでも、まあ、やっぱり勝てない、まあ、ブリカーもなかなかね、効いてこなくなってきたと、まあ、いうところもあり、まあ、もともと、まあ、持ってる能力、うん、まあ含めて、まあいろんなね、買った時点でっていうとこ含めて、まあちょっと間違ってたよねっていう、まあところも、まあありますよねと、まあ言うので、まあちょっとね、これは難しいですねというのを、まあ渡先生とも、まあね、ちょっと前もって実は話はしていましてと、まあ、なかなかそこは難しかったな。もともとまあここまでよくね、まあ、まあ自分で言うのもあれなんだけど持ち続けたなと、まあいうところがむしろあるかなと、うん、まあいうとこもあり、まあ GOGO に対してはなかなかね、ちょっといい、なんて言うんだろうな、チャンスはね、あったかな。ただやっぱ勝ち切るところまではなかなかやっぱ難しくて、まあそんな状況の中ね、まあ一応健康だけはあって、走ってくれたよねっていう、佐賀にまあ、ちょっとそこまでまだ決めきれてないけども、まあ渡瀬先生には、まあ、厩舎に迷惑かからないように、まあ、新馬との入れ替わりで、ちょっと出そうと思ってますと、できればね、そこまでになんとか勝たせてやってもらえませんかというお願いは、してますよっていう、まあ、どえらい勝つというか、多分なんだろうな、これ多分コメントが多分これもう多分ね、これ匿名で打てなくなってんじゃないかな、大丈夫かなって。健康状態は全然 OK、 まあ俺がちょっと花粉症なぐらい、もうこれユーストの設定が多分ね、ちょっともしかしたら今日ログインしないと打てないかもしれないねっていうところがあるんで、まあそこはっていう、感じもあるんだけどね。そう、健康なら走らせてほしいね。まあそれはね、あるんだけども、まあそこはすまん、ちょっとヨタクとの関係がっていうのもあるんで、まあ皆さんの期待に俺が応えられるかどうかっていう、
まあ、ところはちょっと何とも言えないっていう、もうチャットの設定、ログインしてるチャットのみ参加を許可になってるんで今ね、ログインしてるユーザーを呼び、なんでこれチャ、なんでこれ変わったんだろう今保存。おお、これどう？おお、アノニマスさんが入ってきましたね。これ今とりあえずね、あの設定を変えましたが、反映には数分かかります。これ早速もうかけてるのかな、これ。おお、ジャパン飛び飛びかつムービー、足元がパンとすれば55引っ張る意味がないっていう、まあ引っ張るというかね、まあそのジョッキーは引っ張りっぱなしなんだけど、おお、まあ現役続ける意味ってどこまであるのかしらみたいなね。そうそうそう、おお、まあそこはそれでもね、うん、まあ、渡瀬先生中心に非常によく頑張ってくれて、おお、まあ、ここまで、まあ、やれてきたかなというところもあるからね。うん、ちょっと待って、今テストで書いてみるわ。なんか勝手に一時停止。マジで、あ、多分ね、今あのチャットをチャットちょっと呼び、あの設定匿名なんかね、知らんけど匿名書き込めなくなったよ、デフォルトで。おお、だ今それ変えた。おお、どうなってんねんみたいな。ちょっと待って、俺も書いてみる。ちょっと待ってよ。ああ、いけるな、これ。なんか、アノニマスみたいな感じでなってるから、ちょっと、もしね、入れない人は、あの、リロードをかけていただいて、もう、再読み込みしていただければいけるよっていう。うん。インターレースに終わり。いや、まあ、健康なことがね、唯一の、まあ、特技っていうことで、まだ、シンバ入ってくるまでは走り続けますよと。で、それまでに、渡先生にも、できれば一生をと。できれば一生をというのを、もう本当に心の底からお願いしてますというところなんで、うん、まあなんとかという話はしてるよねっていう。もう本当願わくばね、あと何回その午後走るときに雨が降ってくれるかどうか、俺それを願うしかもうないんだよ、本当マジで。おう、もう唯一の望みはそこなのかなと思っていて、おう、もう入着すら、ゼロポイントでも入着すらできてないから、もうそれが、それしかないよねっていう。うん、そうそう、なので、まあ、うん、まあ、本当、運に頼るしかないってところはあるけどね。そうそうそう。ちょっと今、チャットを許可しましたので、皆さん、書き込めない皆さんは、リロードを、ブラウザを、こう、再読み込み、F5 をしていただいて、やってみると、おそらく、まあ、書けますと、うん、いうことらしいっていうね。そうそうそう。非常に、うん、まあ、苦しい決断でありますが、まあ、そのだから、まあ、そのだではちょっと通用できないということで、私、旧社から、まあ、これはもう出ざるを得ないなと、うん、いうところは、私先生と話は進めてますと、かつじゃなかったのかっていう、まあ、許可してもね、あまり変わってないっていう、まあ、状況を見ると、まあ、過疎でしたみたいな、まあ、ちょっと過疎って言わないでほしいっていうのはあるけどね、いうことで、ちょっとデスクトップってことで、どうも、どうも、デスクトップよろしくお願いしますってことでね、そうそう、スマイル55、引退へという、今日はテーマでね、まあ55、まあ、これからまだね、終わってるわけでないから、なんとか、なんとかワンチャン、つかめねえかなっていうのを、まあ、ちょっと考えていければいいなとは思ってますっていう。うん。そうそうそう。そこをね、ちょっと、可能性。うん。まあ、別にこれで引っ張るわけではないんだけど、うん。もし、あと5号にね、もう、これ、試せるんじゃないか、あれできるんじゃないかってことあれば、まあ、そういったことを話しながら、ちょっと5号を、過去を振り返りたいみたいな、そういったところを考えてますっていう。うん。いつで終わりってことで。まあ、シンバとの入れ替わりなんで、シンバが入るタイミング。まあ、おそらく、まあ、4月から5月、ゴールデンウィーク前までには、まあ、決まってるかなっていう感じ。なので、あと、賞味2ヶ月。うん。シンバの入りが引退日かって、まあ、そういうことになるかなっていう。うん。シンバ入るのが、まあ、大体決まったら、まあ、そのタイミングでっていう、感じかなと。なので、まあ、あと走れて、2回、3回。ああ、短いな。もう本当に3回ぐらい、っていうことになるんで、まあ本当にちょっと、そう思うと寂しいよねっていう、いうところは思います。はい。ただまあこの成績見て、まあこの成績も見てくれよと、
もうだって一番下のクラスでも 113.4 倍ってどうすんねんっていう、これ。マジで。おお、もう無理じゃんみたいな。タイム指数マイナスってなんだよみたいな、これ。おお、歩いた方がマシじゃんみたいな、これ。そうそうそう。なのでもう、まあ厳しいなと。いうところがね、まあ、ちょっと思ってるところですと。まあ、かつてはね、というか、まあ、不良ババアだったらこれ1分30秒とか出せることもあるんだけど、まあ、今のババアだともうね、ちょっと、その他のね、重いババアにはちょっともう向かないんじゃないかなっていう。そうそうそう。これまた、書けないのか？これ今ね、ここで、チャット参加許可にしてんだけど、これ大丈夫？これ。また変わってないかな？これ。もう一回見てみよう。チャット設定プリ。OK だよね、これね。ログインしてるユーザー及び未ログインのユーザーにチャット参加を許可っていう。今これに変えた。なんだ、もうデータ設定って。あ、これちょっとね、懐かしのお父さんがここに載ってましたみたいな。まあ、ちょっとよかったら皆さん、はい、ログインしてみてくださいっていう。なのでね、まあ、あと3月？ 3 月に、まあ、2走、早ければそれで終わりと。ただまあ、4月に入ってもすぐ新馬入ってくるって感じではなさそうだから、特に渡先生の馬の方ね。なんでそこは、まあ、まだ、まあ、良いか悪いかはさておき、猶予はありますと。まあ、こんなんじゃ手当もつかないからね、これ、着替え手当。9着とかだと。C3 の一番下だとね。もう経済的にはもう、ただただ、辛いだけ、苦しいだけ、になっちゃうんで、もうここは、なんとしてもね、なんとしても、まあもう少しこう、やれる、なんて言うんだろうな、チャンスがね、また待ってこねえかな、みたいな、ここも何も爪痕残せな、だなっていう、そう。だからなんか爪痕残してくれよと。せめてね。なんで、この、まあ、2着、0.9秒か。この2着も0.7秒。あんま惜しくないっていうね。2秒1。2秒1。相手、ダイリーエンドっていうね。まあ、そういう状況なんで、あんまり惜しくない2着が3回ありましたっていう。なんかなぁ。なんかなーっていう気持ちは残るんだけどね。ただもう、まあ、ある意味結論はもう出ていて、まあ、ちょっとやっぱ難しかったかなっていう。こことかね、こことかもしかしたらやれんのかなみたいな、ところはあったんだけどね。この2着とか。あ、両馬場でみたいな。まあ、でもブリンカーつけたところだよな。この効果も最近はもうほとんど、まあほとんど見られないよねっていう。マジで。まあこれは本当、まあ過去、よく勝ったよなっていうところも含めてよね、俺が。よく俺勝ったよなっていうところも含めて、過去まあ最低というかもう能力的にはもう最下級の、まあ、馬でしたよね。34戦0勝。まあ、今何歳だっけ？ 4 歳か。まあ、4歳にしてはよく、まあ、走ってる方だよねっていう。なんだったのかな？ほんといろいろね、まあ、また先生頑張ってくれたけど、まあ、やっぱちょっと難しかったよねっていう、もうことに尽きるかなっていうね。そうそう。犬？犬、馬だわ、これ。どう見ても馬だわっていう、これ。まあちょっとね、田中学ジョッキーでデビューしたときは、まあ本当どこまで行くかなと思ったけど、まあ最初でもうほぼ運命決まったかなって、猫かなっていう、にゃーみたいなこれ、猫ひろしかよっていう、そうそう、馬ですよっていうね。なんでまあ、あとはもう本当に、この馬に対して何ができるかというところは、まあちょっと考えていかなきゃねっていうのはあるんだけどね、まあ実際。ちょっとまあ、そこに、スキルかなと。佐賀で伊沢を乗せよう。だからもう、そのクラスじゃないよねって、そもそもね。そもそもそこ、行ける
レベルかみたいな、うん、まあ丈夫なのはねあるけど、うん、まあでも差がか、まあでもそこは一回渡辺先生に相談してみるけど、ただやっぱの能力がないと結局彼がどんどん減っていくっていうのは同じだから、まあ、そこは、まあ、なんというかちょっとね、どこまでやれるかなっていう、考えられるかなっていうところは、あるけど、そうそうそう、難しい、でも本当難しい、うん、なんとかね、まだ、まあまだ終わってはないから、一矢報いてほしいなとは思ってるけどね、うん、でいつも顔をひん曲げて走ってたねっていう、まあそこ、本当ね、馬って、まあ俺も乗るから分かるんだけど、馬って基本、まっすぐ走らないんだよね、どうなってんねんみたいな、感じで、なっちゃうから、最後はバグスでつけようって。なんか、メンコ、ブリンカー、シャドーロール、チークピーシーズ、なんかパシファイア、もう顔重たくてなんか、もうずるわ。もう地面にずってしまうわ、みたいな。まあ、やれることはね、もうすべてやり尽くしてなっていうのはあるけど、まあ、1000倍以外ね、まあ、1000倍ちょっともう時間かかっちゃうから、もうなんか開けてきた時にはもう出られないみたいな。やれること全部やろうか、やってやろうっていうの、気はあるんだけど、ただもうその場では難しいのかなっつうね。ところは、思ってるよ。天気、例えば、来週かな？来週か。天気、月間、兵庫、尼崎出るかな？尼崎。なんか月間天気予報みたいなのなかったっけ？25日か。これか。ちょ、見てみようか。尼崎。来週よね。あ、でもちょっとなんか、何これ。6時間に2回程度にわか雨。主に午前。午前かよ、これ。午前かよ、これ。午後欲しいですねって。でも、火曜日にわか雨。可能性としては、15ってこと？可能性としては15ってことかな、これ。こういうので狙うしかないよねっていう。マジで。そうそうそう。可能性としては15かなって思ってます、みたいな。ここのにわか雨がもう午後の前だけで、ドシャーみたいな。ないんだけどね。朝方、これぐらいか。これがどれぐらい当たるのか知らんけどね。そうそうそう。まぁ、ちょっと雨は降らなさそうですっていう。晴れマークに見えるかっていう。まぁ、ね、まぁ、マークは晴れでしたけど、なんかにわかって書いてあったんで。まぁ、まあ、来週なんだよね。今の段階だとまだわかんないのかもしれないけど、まぁ、先生もそこはしっかり見てくれるでしょうと。なので、まぁ、午後がなんとか、勝てるようにと。いうのは全力でやってくれると思うから、そこは全然信頼できるんじゃないかなっていう。そうそう。プロバイドの話はまた今度。まあそうだね。簡単に言うと、放牧出して、ちょっとまあ、指紋で帰ってきたっていう。緩まそうと思ったら、指紋でしまったみたいな。だからもうちょっと余裕のない体になっちまって、今超ピンチみたいな。まあそっちはそっちで大変なんだけどね。そうそうそう。書いとこうか。シンバと、入れ替わ、絵を検討中と。そうそう。まあ、そっちもそっちで大変で、今なんかちょっと正直、ダウンみたいな、沈み加減みたいな、感じてなっていう。そうそうそう。なんで、まあちょっと頑張んなきゃ、頑張んなきゃいけないとこなんだけどね。まあ、健康だけは、まあ、取り柄でしたねっていう。ほぼ、まあ、ここだけちょっとね、間空いたけど、ほぼ休みなく、走り続けてきましたと、いうのもあるから、そこはね、やっぱ褒めてやりたいなっていう、ところではあるけども、まあね、まあちょっと、難しい馬だなと。千里とかどうなのかな？もうないのか最近、石井さん千里とか。もうそういう問題じゃないかもしれないしね、そもそもね。だからもうちょっと、
うまくな、うまくできればいいなと思うんだけど、ちょっと今のところは、まあ、難しかったねっていう結論がほぼ出ちゃってるっていう。まあ、もう今後に生かすとしたら、ちょっと馬の飼い方、まあ今ちゃんとできてるけど、馬の飼い方、まあちょっと反省しようよねっていう、ところはあるかなとは思ってるけどね。なんでそこは、なんて言うんだろう。今となってはね、もうやれることを考えると。いうとこかな。出てるっけ？そのだ。番組表も出てるけど、なかなかこれがね、まあ、また出ないんだよねっていう。ちょっと見てみよう。園田姫路と。レース番組。番組と。こっちだ、こっちか。右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 っていうことだね。外径番組。これで、あ、出てるか。珍しい。これね。15日の、あ、こっちか。C3。これね。まあ、どれでもって感じになるか。あ、ここにあるわ、1230。でもな、もう C3 の一番下だったら多分こっちの方がいいんだよ。実際。ポイントは、もう上行ってしまったら、まあ、これなんだけど。なので、もうこれっきゃ、まあこれっきゃないって感じだよね。これっきゃないって感じなんで、まあ、この辺だろうね。まあ、で、雨が降るようであれば、まあぜひそこで、みたいな、感じでねっていう。ただなぁ、写真とか、見てみようか、こっちで。Google プラスクリック。ちょっと1ってなってなんだろう。お、おばすりさんが投稿してくれました。ありがとうございますってことで。ユーストのチャットが Google 回ってコメントできない。大変失礼しましたってことでね。なんかこういう伝え方するところはごますりさんっぽいっていうね。ありがとうございますっていう。ちょっとね、わかりません。なんだろうな。ユースト、まあ俺もちょっとわかんないけど、一旦ちょっと見てみる？これ。ユースト、チャットでしょ？こんな感じ？このチャンネルで配信を行う。配信は行えないけどね。チャット、これか。あ、ほんまや。ぐるぐる回ってる。もうね、ま、とりあえず言えることは、ユーストボロい。いろんな面でユーストボロいっていうね、これ。スマホからログアウト状態で書き込めたよっていう。あ、本当に？スマホはなんかいけるらしい。この切れ味、さすが5枚刃。いいよ、これ。これがクロスキットだ。いいよ、これ。お前ら、広告はいつしっもとかり違出うるってな。どういうことやで、みたいドな。ラをこれ使って。広告いいよ、みたいな。ちょっとごめん、なんかこう、どうやったらいいんだろう。チャット。なんかポップアップできるのあったよね、これ。ポップアップ、ちょっと待ってよ。こっちから見てみようか。共有、チャット。ああ、ダメだ、こっちも。これもぐるぐる回ってる、これ。シェームルセってすいませんっていう。こうなってるってみんな。俺、ちなみに俺はまあでもライムチャットあれか。俺もスマホですわっていう。さすがや。上級者はスマホですわっていう。なので今日はちょっとすいません。そんな感じで、まあ、過疎っていうのもあるんですけど、たまには皆さん、なんて言うんだろう、俺に対するなんか悪口を書くのも、まあ一日ぐらい休んでもいいんじゃないかみたいな、ちょっとぐるぐる回ってますっていうね、ちょっと録画をしてますんで、まあ、なんつうのかな、まあ、やれることはね、全部やってやろうと、それがまあ、馬主として、まあ、俺のポリシーを、まあ、ちゃんと貫くことかなというふうに思うんで、ただ、とりあえず、その他としては、まあ、やれることもあるし、やれることも尽くしたかなと、能力としても、やっぱりこれもうちょっと限界かなというのは、もう、まあ、正直明らかなんで、まあ、あとはちょっと、まあ、衛進軍団に、まあ、なんだろう、邪の念を送りながら、
その他を去ろうかなということかなっていうね。まあ、じゃあ、めんどくさいかもしれないけど、これを機にパソコンの人は、ライムチャット、ライムチャットを導入されることをお勧めいたしますっていう、ライムチャットね。これ、全然俺も、まあ、書き込めてるんで、ライムチャットを入れるといいですよって、この今、ここに、なんていうんだ、ここにっていうのはあれなんだ、この、ここね。このちょっと配信によると、ここの上のチャット、そうそうそう、4年目ってことで、あ、これ、4年目とか、今4歳、だから3年目かな、2歳、3歳、4歳と、まあまあ、健康でね、一回も怪我なく、まあ、怪我するほど足速くねえっていう、まあ、いわゆるジャパン系なんだけど、よく走ったよ、走ったよ、ほんと。だからまあ、この丈夫さを生かして、なんかね、やれることねえかっていうところはちょっと考えはするけども、正直厳しいかなみたいな、放送長いこと見てるな、本当っていう、本当になんか、ジムジムさんとは1回だっけ、その場でお会いして、まあ、それからちょっとお会いできてないんで、またどっかでね、お会いできればとは思うんだけども、まあ、午後もね、まあ、配信の中で買っちゃったって言って買ってきて、で、ボロクソにみんなに言われて、そんなことねえよ、どうだって言ったらね、全然やっぱダメだったみたいな。馬主よくついてるような感じするわ。まあ、なんだろうね、まあ、馬主もそうだけど、この配信、まあ、結局イコールなんだけど、まあ、ニコ生はね、やったりやらなかったりってなるけど、やっぱこのユーストは、まあ、俺も続けてるのそうだし、こうやって見てくれてる人もよく続くよなって、お互い様だよ、お互い様。だから俺もまあ死ぬまでというか、まだ続けられるまでこの配信っていうのは、まあ続けたいし、やっぱ本音でちゃんと語っていきたいというのはやっぱり強く思ってるんで、まあ馬主、みんなも競馬好きでしょ？だから、やっぱ競馬好きだったら、まあこの辺ちょっとこう真剣に馬と向き合うっていう、そういう、配信ができたらいいなっていう。まあそれってやっぱり、馬の生き死にを、まあ、ある意味背負ってる馬主としてその役割が、まあ、一番やっぱり近いかなっていうので、まあ、俺はもちろん全力でやるし、まあ、そのために頑張って働くしっていう、まあ、そういうとこかな。なんでまあ頑張んなきゃいけないんだけどね。もうむしろ俺が、見てくれこれ、獲得賞金29万2000円、どうすんねんとこれ。どうすんねんと、これ、むしろ聞きたいよ、どうすんねんっていう、マジで。なんで、ここね、まあ、社内では済まされない状況なわけよね、これ。A 新さんよと。回すんだったら、なんかね、どっちかっていうと、なんか、もう、同じ A 新だったらね、これ、いろいろいるわけじゃないですか、こうやって。もうちょっとね、これ、A シーン、このなんだろう。まあ、これ、佐賀か。最近そういえば A シーンってあんまり勝ってないのか。まあまあ、でもたくさん走ってるからね、こんだけ。いい、まあ、回してください。A シーントップだっけ？そうそうそう、A シーントップとかね。回してくださいよ。まあ、回るわけないんだけど。つう話なんだけどね、これ。そうそうそう。それからしようということでね。そうそうそう。ありがとうございますっていう。まあ、いうことで、ちょっと戻そうか。まあ、今日はね、ちょっと、皆さん、聞けない分、まあ、書いても書けない部分はあっても、たまにはそんな配信もどうかなみたいな。俺がまあ止めてるわけじゃないんで、ちょっと、まあ、恨むならユーストを選んでくれよっていう、感じでありますが、これちょっと見ていこうか。これまだやってなかったよね、反省会。ね。小松先生、ありがとうございますってことで。ちょっと感謝をしながら、クリックってことで、YouTube。なんかな、もうユーストも、このボロボロなのに続けるユーストみたい競馬だね、のこ皆れ。様、おはようございまおはようごす。ざいますってこと園で、田競馬今週の開催、今日火曜日からのやっスていターこト。10番スマイル55、426キロプラス割愛30、かよ。中田隆で56割キロ愛でかよっす。ていう、これ。第1レースは以上10頭立て、まあ、4大したコ会メン場トも流新してもらえ水なかっ戸たよねっ2400ていう。メートル線、スタートは11時10分です。いい天気、マジ上で。空、こ白れい雲がわもかんかないっけていどますね。が、青空も見えています。なんかこちょっのと時これ間なんはかひな蜃た気コン楼みたいになっテーてルね、こそうれ。なゆらゆ状ら況みでたいす。な。馬場状態は良でスタートします。両馬場。さあ、全く一番下のクラスでも印がつかなくなりましたっていうので、すげえな、この300倍とかもあるし。
スタートしました、みたいな。第一競争です。もう前にも行けないもんな、これ。AO レッドは若干後方になりました。どうしたもんだみたいなね、これ。インコースから1番のケント・リシャール、並んで7番、半妙、外目から10番、まあ、前が厳しかったのかどうかっていうのもあるけど、直後に9番、光栄さんで3番手まで押し上げます。1番、ケント・リシャール、4番手となって、逃げられないもんね。3番のエスパシオは5番手、少し縦長、今日は4番手、8番手、限り。配信中あとにして怖いこと言うなみたいな、ね、もうレース中だみたいな。まあ前が少しばらける展開で2コーナーこんな感じやもんな。前がまずは7番半妙が逃げて、2番手が10番スマイル55です。1馬身半の勝てない。9番の光栄さんで勝てないってね。その後3馬身差で1番のケント・リシャール、あと馬群切れました。5、6馬身開いて中段3番エスパシオ、それから2番のソチです。外目から8番のアリストクラット叩いて上がっていく。まだ6番のエイオレットはその後ろです。4番のクイーンストーリーで最高。もうだからこのパティーンも毎回ね、さあ徐々に馬群固まってまいりました。結局能力がブーブーよ本当に。交代したじゃんけみたいな。6番エイオレット、人気両馬が一気に外から抜け出していきます。4コーナーカーブ、さらに3番のエスパシオはまだ。もうなんかもう敗戦行われてる。直線です。前頭は8番のブーッと、外から6番の英雄ウォレット、内は7番の半妙食い下がって3番手、ここに迫る3番エスパシオ、外から4番クイーンストーリー、前頭は8番のアリストクラット、寺地2番手が6番英雄ウォレットの体勢で全員よ。3着は3番のエスパシオでした。全然マジで人気3頭のワンツースリー、8番のアリストクラットは11勝目を挙げました。昨年の8月以来の勝利、ゴール前はリード4分の3馬身です。なかなかやのー。3区6歳ボバ、寺地ジョッキー1レース勝利です。2着6番の英雄ウォレット、なんだろうな、この時井田先生の馬が2着っていう、高級3頭のワンツースリーです。ワンツースリー、4番のクイーンストーリー、まあ、高級組がまずなんでこの組にいるっていうね、そこからなんだけど、ね、まずは高級組1組やろみたいな。1番など入選です。そう前レースお買い求めの勝ち馬投票券は、そのレースが確定するまでは絶対にお捨てにならないようお願いいたします。1レース確定までお待ちください。まあ厳しいよ、やはり高級馬3頭に決まりましたね。高級馬3頭、そうですね、あの道中は全部後方にいましたので ね、どうかなと思うんですけどね、はいはい、まあある程度ペースが流れたのかな、流れたよ思いますし、全然、まあね、これはキャンセルからがね、結構まあ展開の部分も向いてないというえどもさ、やっぱ一番下のクラスだからね、てかもうちょっとこうなんかクラス分けというか、なんていうのかな、これなんて言うんでしょうか、緊張感からみたいな。そうですね、あの上がっていくスピードとかもね、まあまあ、以前とはあまり変わらないかなといった感じしますのでね、まあ、このクラス、ね、まあ、2着ですから、昇級ですかね。2着昇級ね、確か、っていうと、はい、そうですね、負け上がり、飯田先生、もともと相手なりで走った馬ですのでね、まあ、A2 クラスか C2 クラスでも、そこそこやれるかなと、ね、そういう、まあ、未来があれば全然いいんだろうけどね、足技楽しみです。ということでした、サイド、高級馬の3頭、時計が1分35秒ぐらいですかね、かかってますね。そうですね、まあ、馬が乾いてきたのでね、余計にかかっているのか、あとは風の影響なのか、まだちょっとね、判断はしないんですけど、怪我してんじゃないかって、ちょっと時計がかかってるかなっていった印象ですね。もう来てないけどね。でも来てるねっていう。これよ。どうすんねんみたいな、これ。パープパーじゃねえよっていうことね。もう。残念。なにこれ、スマイルゴーゴーバーサスケントリシャル。マリゴーバーツケントチャージ。お、吸着発着面白いこれ。見てみよう。もう、し、負けとるかなんで。お、勝った。おし。お、発着ケント。5着。おほうほうほう。何この僅差。マジで。お、あ、負けてる。お、あ、勝った。何この勝ち、すごいケントリシャールパイセンじゃん、これ完全に。もう明日の雨だった、確かに、ね、明日雨なんだ、めっちゃ、めっちゃ僅差これ、勝ったり負けたりみたいな。マジかが、対戦成績スマイル高校7勝、ケントリシャール6勝。マジか、これ絶対勝ち越さなあかん、ケントリシャールがいる限りはみたいな。ありがとうございますっていう、もう
か小松井さんの動画はどんどんクオリティが上がってる件についてみたいな。そうそうそう。マジか。ケント気づかなかった。俺すら気づかなかった。ケント・リシャールとのなんかランデム的な。おお。これちょっと見てみようか。うん。ケント・リシャール。ケント・リシャール。あ、来た！負けてる。おお。ここは負けましたみたいな。そうそうそう。おなるほどな。しかも島原さん乗っ取るやんけみたいな。おお。なんだろうっていう。55だけに左に走ってるっていう。え、どういうことみたいな。おぉ、55だけ、あ、だけ左に、おぉ、左に走ってるって、あ、こういうこと、おぉ、まあ、なんだろう、よれてんのかなっていうね。そうそうそう。ケント・リシャルはちなみに、43戦、あ、ちょっと上を行かれてる。うん。43戦してる。デビュー一緒なのか。うん。ね、ってことで、43戦。うん。まあ、ちょっとね、このマルシさんもさぞつらいだろう。おう、それはね、よくわかる。おう、あ、奥さんなのかな、これ。あ、奥さんでもモテないよね、これね。まあ、親戚とか。おう、そんな感じかな、これ。あ、違うか。え、あってるね、これ。うん。名前が一緒。おう、あ、賞金もほぼ一緒。おう、まあ、マルシさんのちょっと、心中を察しますっていう。そうそうそう。獲得賞金どうっていう、獲得賞金29万で、あんまり全然ボロボロだよ、ボロボロ。おぉ、同数年、同数年中レベル。おぉ、29万2千。おぉ、まあ、もうこっからなぁ。まあ、ケントリシャールとの頑張った争いになるかもしれないけど、次も一緒に走るのかな、これ。おぉ、なんか、運命を感じるね。C さんだったら曜日がバラバラだから、どこ走るか正直わかんないんだけど、うん。また一緒になったら、それはそれで、うん、頑張ろうぜみたいな。そうそうそう。まあこんなーなあ、本当に、まあ、まあ体重こそ最近なんか増えてるような、全然増えてないよな。そういう意味ではこれ410キロからだって今426キロ、全然増えてないな、これ。おお、成長って何っていうのをね、この馬からちょっといろいろ学びたいなっていうのは思うけどね。おお、まあちょっとちゃんと調教師に馬体見てもらうんやったっていう、てか見てないんかいっていうところも含めてだけど、そこに尽きるなみたいな。うん、午後移籍なしで引退ってことで、まだね決まってないけど、まあこれがじゃあ他で勝負になるかっていうところが、まあ、まあポイントになるかなっていう、勝負になんなければね、どうにもならんかなっていう。今年も馬買うのっていう、まあ新馬したい、今年の新馬したいっていう、まあもちろんね、ガーランドとかも一言じゃないんで、まあ今週、もしね、5着以内、まあちょっと吉村さんに蹴られても、吉村さんも最近全然乗ってくれないよなっていう、冷てえなっていう、なんか、もうちょっとなんか、まあないか、別に関係ねえかって感じかもしれないけど、もうちょっとなんか温情もねえのか、まあそれは勝負の世界だからね、ないんだけど、まああんま乗ってくれなくなったねってことで、ガーランド、まあここは、坂本さんだっけ、俺もね、まあ中田君でもよかった、中田君も多分他の馬が決まったのかな。まあいうことで、ガーランドも一言じゃありませんよと、っていうところ含めてかなっていうね。そうそうそう。なんで今年の新馬次第で、馬は、まあ、買えるか買えませんかっていうところはあるから。そうそうそう。着差1秒以内がほとんどないねって、ない、ほとんどない。もうご覧いただいた通りですよ、これ。これ本当に弱さっていう風に目を疑うかのごとくみたいな、これ。感じなんで。だいたい弱さ1秒以内だと、テレビ映るよね、テレビとか中継に。それがほぼないっていうね。そうそうそう。なんで、まあ、この子と、この子次第ですよ。ただ、正直言って、この2頭は絶対俺やれると思うんだよ、マジで。まあ、俺の金がその前に尽きたらもう終わるけど、きっとね、やってくれると思ってる、マジで。こんな、この馬が走らないっていうことがあるんだったら、もう俺は、もう、ダメだろう、これ、もう。マジで。どうやって馬を選んだらよろしいんですかみたいな。もう目つぶって選んでも変わんないんじゃねみたいな、感じになっちゃうからね。まあ、この子もね、本当にいい形を、まして、ちょっと、まあ、渡瀬先生って言ったら緩いところはあると思うけど、まあ、全然この辺は解消してくれると思うし、まあまあ、いや、背中がね、柔らかい馬だったら、それは、全然いいと思うしね。もう俺も乗ってみたいな。俺も乗ってみたいなと思うけどね。そうそうそう。
で、こっちはこっちでもね、まあ、じゃあもう、ジ・ビグラスみたいな、ジ・アルフィみたいな、まあ、そういう感じの、いい体持ってるから、うん。まあ、この子たち次第なんだけど、まあ、ちょっと午後、まあ、いかがなものかというところは、まあ、あるんでね、まあ、ちょっと、俺の気持ちとしてはよ、やっぱ競走馬として生まれたんだから、なんとか一生、させてやりたいなとは思うけどね。マジで。だそこは、なんて言うんだろう。なんかできること、まあ、ね、もし、その、佐賀とか、高知とかっていう選択肢でも、なんか、活路が見出せるってあれば、考えるけど、正直今のところは見えない。本当にまあ、マイナスが広がるだけ。って感じになっちゃうんで、まあいろいろね、協会とかの問い合わせとかもまあしてまあ見るけど、まあ正直厳しいかなっていう、感じはまあしてますねと、そうそうそう、なんでまあできればねその場でとは思ったけど、まあちょっと難しい可能性もあるよねという状況が今かなっていう、感じは。ましてるかな、なんとかな、なんとかうまくやれないかなってのは、まあ、ね常々思ってるけど、まあちょっと、厳しい、まあ要はただ損を出し続けるだけなんで、持てば持つほど、だってやる意味ないよねってなっちゃうね、やる意味なくなっちゃうよねっていう、なんでそこがまあやっぱりね、ちょっと頭を悩ませてるポイントですよっていう。どこかな。何万対する愛情はもちろん持ってる。この5号だって、プロバイドと変わらないくらいにね、やっぱ気持ちは入ってるし、なんとかしてやりたいと思うけども、でも競走馬だから、ペットじゃないから、なんでこれ続々と消えていくのか、ちょっと、よくわかりませんけども、はい。まあね、やっぱ結論ってちゃんと出さなきゃいけないよねっていう。ところは、まあ、あるかな。本当に和田先生も精一杯頑張ってくれたからね、そこは本当に感謝、言葉ではね表せないぐらい感謝ではあるんだけども、まあ見てご覧の通りですよ、この馬体、ちょっと非力にも程があるだろうと、俺でもわかるわっていう、いうレベルなんでね、ちょっとまあ難しいかなと、まあ言うところ本当に、そうそうそう、まあなんて言ったらいいのかな、本当に、これね耳出し、珍しいよこれね、耳出し、耳を出したあの綿子をつけたらもう大暴れして大変だったって、そうそうそう、まあそんなのもありながらね、まあやりましたっていう、かな、まあ、やっぱ園田にいればね、こうやって、まあ、こうやって言ってもあんまり見えてないけど、まあ、見てやることができるということもね、あるけど、まあ、本当に、その他の競馬場行かしちゃったら、もう、会うこともできないからね。やっぱそこはでかいよね。こうやって園田だったら、これいい写真だよね。ちなみに。これすごいいいよねっていう。そうだったら、まあ、頑張ればね、すぐ見る、まあ、会うこともできるし、見ることもできると。まあ、それの下級の、ね、やっぱ、まあ、佐賀、それか高知ってなると、もう会うのは難しいもんね、ぶっちゃけ。なんで、まあ、そう考えると、ちょっと、厳しいかなっていう、感じはしてるけどね。そうそうそう。非力よなぁ。本当に。まあ、もう、ねぇ。でも、どうしようもないっちゃどうしようもないもんね、これは。こればっかりはね。だから、まあ、ここ、もうちょっとカウントダウン、本当のカウントダウンが、まあ、始まったものの、もう始まってたカウントダウンが、いよいよ、もう終わろうとしてるっていう、ところはもう
まあ、みんな伝えなきゃいけないなとは思って、うん、これですね、うん、どこ、うん、もうなんかこの時期良かったなっていうのが正直ないというね、うん、ジャパンとかね、ジャパン見てみるのもジャパンが優秀に見えるマジで、スマイルジャパン、うん、全然優秀に見えるっていう、うん、PC でコメントできないのはなぜって、なんかね、あのぐるぐる回ってるらしい、うん、見てこのジャパンの優秀さ、俺なんでこれ引退させたんだろうっていうとこ含めてよね、これ、うん、普通に C さんの1組で入着してるっていう、55にこれが真似できますか、できませんっていうね、いやできませんみたいな、うん、なんか見てこれ、うん、ちょっとなんか優秀すぎて涙が出るわっていう、うん、全然いいじゃんっていうね、この2着2着とか、うん、ちょっとねへぐったなっていう、うん、しくじったなっていう感はごめんなさい正直ありますっていう、うん、そうそうそう、なんかね走ってるジャパン元気だしねいつも、うん、これ全然あるよなっていう、おお、本当ちょっとねしくじりました、はい、そうそうそう、転勤あっても宮崎だろうしっていう、転勤、おお、あ転勤ね、うん、まあわからない、俺もいつまで雇ってもらえるかなんてね、まあわかりませんからっていう、はい、そうそうそう、まあご覧の通り、うん、まあどこ見ても、おお、ほんとちょっとね、いやー全然やれるでしょうっていう、むしろこっち見たら、もう、どうしたの、現役終わってんのっていう、おお、ふーだよね、むしろ、うん、これ見たら、うん、なんかそう思うと、おお、ちょっと残念無念っていう気持ちが、おう、否めませんみたいな、おう、ジャパンに蹴られそうなのマジ、蹴られたんだよ、だから蹴られそうじゃなくて蹴られてるから、動画は蹴られてないけどその前に蹴られてるから、もう、おう、そのショックでなんかちょっと記録残そうと思ってもう一回蹴られそうにギリまで引っ張るみたいな、おう、っていう動画をアップしてましたっていう、そうそうそう、なんでまあちょっとこれがまあ55なんだけど、おう、まあ新しいその競馬場にチャレンジするっていう意味でもね、おう、まああってもいいかなっていうのもあるから、そこももちろん検討はするんだけど、ちょっとやっぱ収支的に合わないんだったらやっぱり意味ないよねと、おう、ジャパンいつも一生懸命で可愛い、ゴーゴーは弱いだけって、そう、いつも一生懸命で可愛かったジャパンはね、おう、ゴーゴーはただ弱いだけっていう、おう、ただでもね、いや俺はでも愛情あるよぶっちゃけ、うん、それは俺が買った馬だから最後にね判断して、だからその責任はちゃんと負わなきゃいけないと、うん、だからゴーゴーも一体ゴーゴーに対してもねやれること、うん、全部やってあげたいなとは思ってるけどね、うん、なんでそこは、うん、考えてはいるけどなっていうとこかな、うん、そうそうそう、難しいけどね本当に、うん、まあ、なんともねそこは、うん、もう俺もじゃあ何ができるよっていう、うん、わかりませんよみたいな、そうそうそう、風になっちゃうから、うん、まあ難しいよねっていう、うん、でもまあなんだろうな、うん、ちょっとやっぱ一回、うん、もしねまあこれで引退だなっていうのがあるのであれば、その前に一回はまあ見に行ってまあしっかりと応援してやりたいなっていうのも思うけどね、うん、まあプロバイダー走ってるレースがあった時、どこだっけ、これだっけな、うん、ここだな、うん、この2番人気は勝ちたかったねっていう、うん、とこはあったよね、うん、ここね、うん、まあ、これで勝ったら一番美しかったよねっていう、うん、プロバイドも勝ったし、うん、最近この4組はないからね、うん、まあ、こういうの4組がまたできたら少し状況変わるかもしれないけども、まあ4月になってからじゃないと多分組替えがないから、うん、まあ、そこをね待つしかないっていうのはあるんだけど、うん、C さん今2組になっちゃうからね、これしかもなんかなぜか新通貨下がったままここに入るっていう、ちょっともう番組どうなっとんねんっていう、番組編成頑張れよっていう、そうそうそう、っていうのがあるから、まあ、ちょっと午後にとっては非常に厳しいと、
そうだね、見に行きたいが平日で急だしっていう、まあ、急だよね、うん、基本急っていう、うん、まあまあ重症とか55っていうまあプロバイドになっちゃうけど、まあ、これから遠征ガンガン行くんで、ガンガンっていうかまあまあ、定期的に行くんで、ね、うん、まあ、名古屋競馬場とかでも来てくださいよっていう、そうそうそう、まあでも、うん、やったよな、まあ、十分ここまで、まあ、まだ終わったわけじゃないけども、あと2、3戦よくやったよ、本当に。まあ、約40戦弱、うん、走ってきて、まあ、ちょっと、これ以上はっていうところももうあるのかなっていうね。あとはもう、なんていうんだろうな、この馬ができればね、その後、まあ、幸せに、こう暮らしていけるような方法があればそう選んであげたいけども、うん、とはいえそんなに簡単な話でもないと思うしね、うん、そうそう、なのでちょっと考えて、まあ、考えてるとこだけども、うん、まあ他の競馬場に行くか、まあ、それとも、うん、まあ、現役続行はちょっとね、その他ではもう全然勝ち目がないっていう状況はもう明らかだから無理だから、うん、まあ、それであれば、やっぱり潔く引くというのも、やっぱりね、競馬はやっぱり走ってなんぼ、勝ってなんぼだから、そこは。そこはやっぱり、春裏とかもあったけど、そこを美談にしてしまったら、もう頑張ってる調教師さんとか大変だから、大変というかね、それもう、ね、何のためやってんだってなっちゃうからね。だからそこはやっぱりちゃんと、ちゃんとやってあげなきゃいけないと、いうところは、あると思います。なので、まあ、できれば、そうやな、まあ、本当にこれでやりきったなっていう感じで、まあ、園田を、ね、出たいと、いうところ、まあ、もちろん渡瀬先生にはしっかりと伝えてあるんで、全力を尽くしてこれからもね、やってくれると思いますんで、まあ、引き続きね、午後はね、走りますんで、応援よろしくお願いしますということで、はい、じゃあちょっとエンディング流します。てねってことでね、はい、ことで今日は、スマイル55、まあ、引退へということで、まあ、ちょっとね、まあ、非常に厳しい状況続いておりまして、渡瀬先生ともですね、まあ、話をもう始めておりますと、まあ、やっぱりちょっとね、まあ、勝った時点で少しね、やっぱ俺自身に、まあ、やっぱり、まあ、能力というか、まあ、見る目が足らなくて、まあ、55のね、まあ、オーナーになって、まあ、あとはもうでも買ってしまったから、そこは自分でちゃんと責任を持ってやっていかなきゃいけないという中で、やるべきことはまあやったんじゃないかなと、もちろん持つ期間我慢する期間我慢したし、先生にもね一生懸命お願いして何とかしてくださいと無理かつけたりといろんなこともやってもらった。ただもうこれちょっとやっぱり手詰まりというか、これ以上は難しいのかなと思ってまして、ここはまあ勝負事なんでね、潔く引くと、いうことを思っています。はい、ただまだねこれでまあ終わったわけではなく、新馬入るまでの残り3戦っていうのは残っているんで、そこは全力でね、調教師、渡瀬先生もしっかりやってくれるし、俺も全力で応援したいと思いますんで、まあ、よかったら皆さんもね、インターネットで応援よろしくお願いしますので、はい、今の情報ツイッター流してます。配信情報ツイッター流しますんで、よかったら見てください。こんな感じで今日は終わります。どうもありがとうございました。